ちゃんがいいね。俺一回その道じゃないのさっき適当に言ってたな。おあってんじゃん。もう始まったらしい。あ、あったな。寒っ。ダメじゃん、これ。左、何が作ってんの。いや、それな、分からんよな。やっぱりこういう記事書くときってさ、素材をちゃんと明らかにしてる。そう、出典を、出典は書いてある。アディショナルタイムズ編集部。今から、なんかいいな。今からスタジオ関西学院大学のやつみたいなやつ。どれ、これ、これ、CC。 柏から世界へ。だね、バイバイ。今日の、じゃあ今日の、うん、抱負というか今日の抱負。いやまあね、多分今日の試合は多分ターンオーバー、ミシャがターンオーバーっていう言葉してたのかって思ったし、まあ、ターンオーバーするからそこで、まあ、層の厚さを感じられるような試合展開ができたらいいな。ターンオーバーとは引き継ぎ。日本語でもよくない。日本語でもよかったね。いや単純にメンバーが変わって休憩させるみたいな。はいはい、今日はねこんなに人いっぱい来たんで。こんなにね。こんなに人いっぱい来たから。ね、あっち。そう。走ってお前だけ走ってた。ぜひね。まあね、新規サポの総太郎。そう、新規サポの。町田ジャンがいるから俺が一番そうファン。前回なんてね、マジ俺と山口くん2人だったから。そうだよね。ぜひリスナーの皆さんもあれですよ。まあね、一緒にスタジアム行ったら見に行きたいですね。まあそうですね、うん。よし、じゃあ今日は。でも一応僕人見知りなんで。その顔で人見知りはない。その顔で人見知りはない。顔で判断くらいはマジ。兵道信吾。チャナティップのやつ。今風に言うと兵道信吾。チャナティップのやつ来てくれればな、喜ぶんだけどな。チャナティップ。タイ人の方がすごい喜ぶ。ちょっとカメラマンさんもちょっと来てくれる。カメラマン。カメラマン。どこカメラマン。町田さん。修学旅行。今日は違う。今日は修学旅行。いつも高校生とか。修学旅行もカメラマンなんか毎週だ。さっき中学生修学旅行って。ああ。あれは同僚が行ってます。同僚。同僚。同じなんかグループ。続き。試合始まる前に割と声が、ね、出なくなって。そう、出なくなる。気合いで。そう、気合い。みんなね、気合で絞る。めっちゃ歌いすぎてキックオフの前にもうすでに喉が潰れてる。そう。あ、新刊だったんだけど。ワンちゃん今日朝までボールだった。先輩に。楽しかった。で結局寝坊しちゃってる。マジで無意味なんだ。スタメンが来て、スタメン発表して。スタメンが。じゃあ記者会見風に。記者会見風？口風じゃなくて。ゴールキーパー背番号25。ソンユン。ソンユン。ソンユン。頑張る、頑張る。頑張る、頑張る。それ頑張る、頑張る。ディフェンダー背番号20。キム・ミンテ。ディフェンダー背番号32石川直樹。ディフェンダー背番号35進藤亮介。ミッチフィード背番号14。あ、小前出てる。千秋。ミッチフィードセブン E27 新野拓磨。31宮内拓実。38菅田大輝。41三好浩二。フォワード背番号9大倉健。行きましょう。行きましょう。はい、じゃあちょっとスタジアムにちょっと入っていくんで、はい、行っていきます。持ってます。
じゃあ、はい、せーの、別ルイチ著作権いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、3連勝ということで。びっくりだよ、3連勝。3試合で勝ち点9も詰めるなんてびっくりだよ。みんなね、もう声がちょっと、あれみたいになってる、あの。何スリムクラブの前だ。やっちゃう、あの、年取ってる人なんだっけ。平泉聖。コウさん、やばいね。コウさん、すごいね。いや、おめでとうございます。ということで、現場からは以上です。じゃあ、また次、浦和レッドダイヤモンドなんで。浦和レッドダイヤモンドに勝利できるように。山口くん来るでしょ。いや、来れない。山口くん来るよ。今、帰ったら予約する。行けない。じゃあ、現場からは以上でした。See you.